はい、どうもこんにちは、渡辺です。冒頭でちょっと開封をさらっとお見せしたので、お分かりかと思いますけど、やっとうちもですね、 iPad Pro 12.9 インチスペースグレーの 256GB モデルが届きました。いやー、長かった、本当に。11月7日だったかなに、発売になって、で私はですね、iPad Pro の発表会が行われた翌日に近くのビッグカメラの方に行って、まあ、予約をしてきたんですけど、その予約は未だに全く連絡がないという状態でございます。スペースグレーの 256GB モデル 12.9 インチの新型 iPad Pro を注文して、で、あとはスマートキーボードと Apple Pencil を頼んでるんですけど、まあ、いずれもまだ今のところ入荷してないという感じなので、ちょっとさすがにね、しびれを切らしてしまいまして、ヨドバシ .com をね、ポチポチいつも見てたんですよ。で、見てるとたまたまですけど、私が見たタイミングで iPad Pro 12.9インチ 256GB のスペースグレーがあったので、もうあ、これはいけっつってポチって、注文して、で、今日届いたという感じになります。どんだけ品薄なんだよってぐらい全然手に入んなかったんですけど、なんかこのモデル以外11インチのモデルとかは結構前の段階で入荷とかしてたみたいですね。あとはシルバーの色だったら 256GB でも手に入ったりとかしてたみたいです。あと 64GB とか 512GB の方は結構余裕で在庫があったりして、もうなんか妥協して違う容量の違う色とかいっちゃうとかね、思ったんですけど、やっぱ長く使いたいので、自分が欲しい色で欲しい容量のものじゃないとダメだなということで、もうずっとね、耐えに耐えてこの日を待ってました。で、ようやくですね、とりあえず本体だけ手に入ったので、今回は開封と、ファーストインプレッションやっていきたいと思います。では行ってみましょう。はい、じゃあね、早速ペリペリ剥がして開封していきますよ。あ、なんかシールついてる。シールついてるね。お、おお、すごっ。ペリペリがシールから剥がれる。もうこれ用意してたんですけど、ダンちゃんいらないじゃないですか、これ。すごっ。おお。え、すごい剥がしやすくなっててビビりました。はい、こんな感じです。あー、ほんと手触り。この瞬間がね、一番大事だから。いいよ。さあ、あー、来たよ。さあ、来ました。じゃあ、お、あ、軽い、軽いっすね、本当に。で、中身はデザインドバイアップルインカリフォルニアと入っていて、この中には説明書かな、フェイス ID コントロールセンターとか、まあ、クイックスタートガイドみたいなやつが入ってますね。保証書みたいなやつとか、アップルのシールが入っていて、以上っぽいですね。これはちょっ と使わないんでしまっておきますと。で、充電のケーブルのアダプターですね。USB-C のアダプターになってます。ついにこちらのケーブルの方も USB-C になってますね。iPad もライトニング卒業ですね、これで。付属品これだけなのかな？付属品これだけなんだ。すっごいシンプルですね。イヤホンとかも入ってないっぽいですね。なるほど。じゃあちょっとこれからペリペリ剥がしていきます。と、後ろから行くんですね。ペリ。はい。はい、来ました。こんな感じで来ました。いやー、なんか思ったよりもすごい小さくて、以前の 12.9 インチのような威圧感がちょっとないですね。ちなみに以前のこれなんですけど、どうだろう、重ねてみて。こっちか。あー、結構差があるな、これは。横のこの部分と上の部分がね、やっぱ差が大きいですね、かなり。これはだいぶ持ちやすくなってていいですね。じゃあ電源の方入れていきます。もちろん入ってるよね。お、来た、アップル。さあ、起動速度とかはどうかな。ハロー、こんにちは、ボンジョール。いやー、やっとだよ、本当に。で、あとね、スマートキーボードとアップルペンシルが来ないことにはちょっと本格的な利用にはならないんですけど、まあとりあえずね、このメディアを視聴したりとか、うん、あと雑誌を見たりとか、まあそういうことは、まあ、iPad だけでもできると思うので、まあとりあえずペンシルとキーボードが手に入るまでは、まあこれ1枚で使っていこうかなと思ってます。で、言語は、日本語ですね。国も日本と。
iPhone はまた iPad をお持ちの方はそのデバイスを近づけると自動的にサインインします。へー、じゃあ何、この前の iPad を近づけるとサインインするってこと？あ、前の iPad に新しい iPad を設定っていうのが出てきました。じゃあこれを続けると、で接続中と。お、これで何、カメラで読み込むということですね。あ、来た来た来た、接続中。今こっちのカメラでこっちに表示された、なんかモヤモヤみたいなのを読み込んで接続しているという感じです。はい、じゃあ続けると。 Face ID、 おお来た来た。じゃあちょっと初めてなんですけど Face ID これでやっていこうと思います。ちょっと帽子外しとこ帽子かぶったままだとね大変なことになっちゃう。こう、1回目スキャン終わり。これでフェイス ID が完了ですね。いやー、なんかもうパッと見ただけでディスプレイがすごい綺麗ですね。うん、文字がなんかすごいくっきりしてる気がする。まあもちろん以前の iPad Pro もすごい綺麗で良かったんですけど、なんかよりちょっともうパッと見ただけで綺麗になってる感じがします。ちょっと試したかったのが、これ第一世代の Apple Pencil なんですけど、これ使えるのかどうかとかちょっと気になりますよね。充電しておこう。まあこれ試せるかどうかまた次回の動画になるかもしれないです。いや、ほんと以前の iPad のこの充電スタイルどうにかしてくれよって思ってたんですけど、ようやくね今回で改善されるので、とりあえずね新しい Apple Pencil が届くのが非常に楽しみっていうね。さあ、やっとちょっと設定が終わって、今ですねもう合計すると多分 2,30 分ぐらい設定時間かかったんですけど、ホームに移動って出たんで、もうできると思います。じゃあ、行ってみましょう。最近使用したアップに切り替えるよと。コントロールに素早くアクセス。まあ、この辺は操作は変わらないですね。トップボタンを押したままいつでも Siri に話しかけることができます。あー、なるほど。ここのボタンを押して Siri に話しかけることができるみたいですね。ちょっとね、まだ完全に使える状態じゃないんで、設定をちょっとしていきたいと思います。はい、こちら iPad Pro の、カメラのテストをしております。めっちゃ寒いですね、本当に。もうね、チラチラ雪が降ってるんですよね。手ぶれとかどうかな。今 iPad で直接手持ってるんですけど、こんな感じですね。やっぱ大きい画面で動画のプレビューが見れてるっていうのがすごい新鮮な感じがしております。タブレットでね、この品質はね、すごいと思いますよ、本当。またね、恒例のちょっと、かりんさんですね、こんな感じに映ります。今ね、これ、ちなみにアウトカメラのテストですね。もう冬なんでね、葉っぱとかも枯れちゃってますけど、こんな感じですね。でも木とかは、だいぶ枯れちゃってね、葉っぱはもう、全部なくなりました。で、この間雪降ったんですけど、雪はもうまた一回全部溶けて、すごい寒い状態になってます。これは、ね、インカメラのテストです。どうですかね。まあ、プレビューがね、すごいでっかい画面で出てるんで、見やすいっちゃ見やすいんですけど、はい、ちょっとね、異様な光景ですけど、今、まあ、こうやって撮影してるよっていう感じですね。あとは画質がどうかっていうところですよね。音質とかは結構 iPad の音質はね、いいんじゃないかと思うんですけど、てかね、寒い、やばい、寒すぎる。こんな寒いのに息が意外と白くならない、ね、あ、やばい、画面にちょっと雪がつき始めたんで、そろそろ中に戻りたいと思います。はい、ということで、今ちょっとまた庭の方に出て iPad Pro の方でちょっと写真とかの動画を撮ってみたんですけど、とりあえず庭が寒い。もう雪降ってましたからね。うん。まあそれはいいとして、カメラはですね、非常にやっぱタブレットとしてはめちゃめちゃ優秀だと思いました。で、面白いのは、やっぱね、このでかいディスプレイにその全部映るんですよ。こういう感じで。
だからまあ実際撮ったらどう映るのかっていうのがもうそのまんま見えるっていうのがね非常に面白いと思いました。ただまあどうなんだろうね、タブレットで写真とか動画を撮る場面ってねどういう場面なんだろうって考えちゃうんですけど、例えば親戚とか友達とかいっぱいみんなで集まってる時に家の中でちょっと記念写真を撮るという場面とかで、これを見ながらまあハイチーズって感じで撮ったりとか、あとはねおじいちゃんおばあちゃんとかちっちゃいこういうスマホとかで写真を撮ろうと思っても画面が小さくて見づらいよっていう方でも、これだけでっかい画面でプレビューされてたら写真や動画撮りやすいんじゃないかと思いました。うん、ちょっとねカメラの性能とか、まあ、後日もっと詳しくねいろいろ使ってみたいなと思ってます。で、まあとりあえず今ね半日というか、まあ、3、4時間ぐらいかな使ってみたんですけど、感じたことを一応メモでまとめてみました。まずこの動きのねヌルヌル感は以前私が使っていた初代 iPad Pro とはやっぱちょっと違うなって思いました。あとこちらの液晶ディスプレイの、解像度とかは変わんないんですけど、なんかねより綺麗に映すための技術とかが使われているみたいで、パッと見てもあなんか綺麗になってるなって感じられています。うん、だからそこは結構ね違うポイントだと思います。あと音、この iPad Pro はですね、ここ下の方にスピーカー2つとこっちの上の方にスピーカー2つついていて、合計4つのスピーカーがついていて、やっぱ音の迫力はめちゃめちゃいいですね。もう大音量でその動画とか音楽とかこれで聞けちゃうという感じです。やっぱ4つのスピーカーついてるっていうのは素晴らしいですね。私の初代 iPad Pro の方も、まあ、結構良かったんですけど、ちょっとそれよりも良くなってるかなって感じています。であとはとりあえずねまだキーボードとかつけてないですけど、このタブレット持った感触がですね軽くてね薄くてで小さくなってるので非常に持ちやすい、手に持って馴染む感じがします。まあ、こっちが初代 iPad Pro 12.9 インチなんですけど、やっぱもうベゼルの部分とかかなり分厚いんで、その影響もあって大きさがかなり威圧感があるんですよ。でまあ見やすいっちゃ見やすいんですけど、やっぱ重さが結構あるというところで、まあこのサイズ感の違いもあってもう非常に持ちやすくて、12.9 インチでもそんなに威圧感を感じなくこの持てるというのがまあいいかなと思います。あとフェイス ID なんですけど、初代 iPad Pro の方はフェイス ID には対応してなかったんで、まあ指紋認証する必要があったんですけど、新しい方はフェイス ID でロックを解除できるようになってます。でまあ iPhone X とか XS とかと同じような感じで、ロックを解除するときは、まあ、ここにボタンがあって押しますと、で顔で認証して下でシュッと開くという感じでロックを解除します。まあこれはすんなり馴染めていい感じかなと思います。あとちょっとねグラフィックがすごい良くなってるよって話だったので、ちょっと試しにね、一回これでフォートナイトをプレイしてみたんですけど、まあ、フォートナイトの最高設定になってないのかわかんないですけど、まあまあ、そこそこかなっていう感じのグラフィックでした。iPad Pro の性能を最大限に引き出せるゲームとかあったら、まあ、それをちょっとプレイしてみたいなと思うんですけど、ただ動きはもう完璧にヌルヌルサクサクで、ゲームはプレイしやすいと思います。USB-C に対応しているので、USB-C と USB の変換アダプターとかをつけて、ゲームのコントローラーとか使えたらすっごいやりやすいなと思うんですけど、そのあたり対応してるのかどうかちょっと調べてやってみようかなと思います。カメラについてなんですけど、インカメラの方で、まあ、こういう感じではポートレートモードが撮れるんですけど、アウトカメラではポートレートモードが撮れないんですよ。これなんでなんだろうね。カメラが一つだからかな。こんな感じで、まあ、アウトカメラは一つ出っ張った感じのカメラがついてるんですけど、まあ、これの画質は、ね、とても綺麗なんですが、ポートレートモードは一つだから対応していないという感じになってます。ピクセルなんかはシングルレンズでもポートレートモード問題なく撮れたり、あと iPhone XR とかもシングルレンズでポートレート撮れるのに、 iPad Pro はシングルレンズでポートレートが撮れないんですよね。アップデートとかでもし対応したらちょっと嬉しいんですけど、このあたりどうなるかっていうのは気になりますね。あと思ったのはカメラの画質はまあ綺麗なんですけど、やっぱ画角が狭いですね。このポートレートでこの自撮りをするとなった時に、正直めっちゃ自撮りはやりにくいんですよ。近くて画角が狭いんで顔がすごいドアップになっちゃうっていう感じがして、ちょっと離してやんないといけないと。でも離すとシャッターボタン届かないというのどうするんだろうっていう感じがしてます。あとちなみにこのスマートキーボード、これは初代の方のスマートキーボードなんですけど、残念ながらやっぱりこの
新しい iPad Pro には、まあ、過去のスマートキーボードはつかないですね。うん、もうそもそもサイズ感が違うし、このマグネットでカチャってつく場所がなんか見当たらないというか、もう仕組みが変わってるのかわかんないですけど、あの過去のスマートキーボードはつかなかったです。なんでまあスマートキーボードが手に入って、Apple Pencil も手に入ってからようやくあのフル活用できるのかなという感じですね。はい、とりあえず 3,4 時間ぐらいちょっと iPad Pro を触ってみたファーストインプレッションということでまとめさせていただきました。まあ、ちょっと iPad Pro に関してはあのね、これからがっつり私の方で使い込んでいきますので、まあ、気づいたことをあの小分けにしてどんどんこれからこのチャンネルでアップしていこうと思いますので、よろしければチャンネル登録お願いします。あと iPad Pro で撮った写真とか素材とか動画とか、まあ、そういうのはあの Twitter と Instagram の方でシェアしていこうと思いますので、そちらもよろしければフォローお願いいたします。では、また次回の動画で会いましょう。さよなら。